ドジャース大谷翔平選手の口座から約24億5000万円を不正に送金したとして銀行詐欺の疑いで訴追された元通訳の水原一平容疑者は日本時間13日朝、ロサンゼルス市内の裁判所に出廷しました。裁判所では保釈についての手続きが行われましたが、保釈金は2万5000ドル、また、 パスポートを返上し、いかなる賭博も行わないという条件が付けられたということです。そして、水原容疑者側はいずれも承諾し、保釈が決定したということです。